パラサイトイブ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、研究員に会いに行くというところからですね。俺は車を回してくるから、ミネは表に出ていてくれ。ああ、はいはい。表っていうとどっから出るんだ、まあ、地下には行くんじゃないだろうし、ってなると、ここぐらいか。イグジットって書いてあるもんな。行ってくるよ。おいで。ごめんね、本当にね。クリスマスだってのに、こんな悲惨な事件が起きるとはな。それを言いに来るためだけに、来てくれんだもんな。いいやつだよ。ニューヨーク、ん?ミュージアム、これか。カーネギーホールじゃないもんね。また飛ばすなぁ、ダニエル。行く先は自然史博物館だ。研究員の名前は、ハンス・クランプ。博士号も持ってるらしい。クランプ博士ね。専門は何なの?この間の新聞には、ミトコンドリアの新説だったか、遺伝子関係全般の権威らしい。博士号を持っていながら、博物館勤務なんて珍しいわね。何でも相当な人間嫌いで人と関わり合って研究の時間が割かれるのが嫌らしい。一筋なので行きそうにないわね。しかしお前の気持ちもわかるが少し気をつけた方がいい。記者会見のこと?ああ。ダニエルこそ部長にあそこまで気を使わなくても同期だった。あ、そうなの?部長の方がどんどん昇進していったの?昔はな、今じゃ上司さ。しんどいな。その職場はしんどいな。アメリカ自然史博物館。ナイトミュージアムとかでも、おなじみんとこだよね。よく出てくるよな。アメリカ自然史博物館。おお。博物館なんて久しぶりだな。テンション上がるよね、博物館って。大恐竜展か。ガキの頃はこんなのが大好きだったな。恐竜か。大丈夫かな。ワニでさえあんなんだったんだぞ。いやでも、死んでるもんな。大丈夫か。しまった。今日は休館日じゃねえか。誰かいるな。ま、聞いてみるか。待ってよ。一人で行かないでくれよ。階段。一段あたり一歩じゃないんだな。いや、寒いのに大変だな。お前さんもな。ニューヨーク市警だが、クランプ博士おられるかな?博士なら今日も研究さ、休館日だってのに本当によくやっとるよ。なんかあったのかい?いや、ちょっと話を聞きたいだけだ。ありがとう。やっぱあのどでかい懐中電灯持ってんだな。博物館ってとこも人がいないとなんだか気味悪い。博士は2階の研究室だ。この数週間特に忙しそうにされとる。すまないな。ありがとう。そうだ。すまんが、吉兆していってくれんか。休みの日の決まりでな。ミネに頼む。吉兆?わかったわ。ノートはそこのカウンターだ。すまないね。どれ?これか?名前だけでいいの?ああ、十分だよ。じゃあ、行ってくるね。もう日が暮れるな。今日はいつもより暖かかったが、夜はその分冷え込みそうだ。お前さんも風邪には気をつけてな。いいやつだな。基本的にいいやつばっかりだな。部長だけちょっとあれだけど。まあでも、部長もな、考えがあってだからな。ミネイ。ここが研究室らしい。あ、そうなの?ちょっと見て回っていい?俺、博物館好きなんだよね。あ、見て回れないな。なんのやつだこれ。なんのやつだ。あ、説明とか見れないのか。なんだろうこれ。わからんな。お、開いてるじゃないか。とりあえず入ってみよう。ノックしろよ、お前。
マナーだぞ、必要最低限の。いるじゃないか、クランプ博士。人嫌いなのにズケズケと。博士、聞こえているよ、さっきから騒々しい。ニューヨーク市警です、お話を伺いたくて。ダメだこりゃみたいな。博士、我々は昨晩起こった事件の手がかりを探しています。一体何のようだね。また二度見したな。知ってんのかな、この男。私知ってる。どうした、大丈夫か。ええ、ミトコンドリアについて聞かせてほしくてな。ニューヨーク市警がなぜミトコンドリアなどに興味を。昨夜起きた事件の犯人がミトコンドリアが解放される日と言ったんです。その犯人は周囲の人間を手も触れずに燃やした。そして化け物のような姿になって逃走しやがった。我々は犯人の言い残したミトコンドリアに手がかりを求めお話を伺いに来たんです。君たちはミトコンドリアというものが本当はどういう存在なのか理解していないだろう。ミトコンドリアは生物の体内にありながら独自の遺伝子を持つ存在なのだよ。独自の？別の生物ということですか？その通り。寄生虫みたいだな。パラサイトだと？随分な言い方だな。我々はミトコンドリアなしでは生きていけないんだぞ。ああ、なんかそれは聞いたことある気がする。ミトコンドリアがエネルギーを作り出してくれるからこそ我々は生きていけるのだ。例えば我々の脳だ。お前ら話聞く気ないだろ。脳の活動は神経の伝達によって行われているが、伝達そのものは一種の電気の流れだ。その電気すらもミトコンドリアが与えてくれるのだ。計算上1平方センチあたりに、20万ボルトの電圧を起こすことが可能だ。電気だけではない、直接熱エネルギーを発生することも可能なのだ。あー、ってことは人を発火させることも理論上は可能。いや、飛躍しすぎかな。熱？じゃあ昨夜の発火は？人が燃え溶けるには1600度以上の高温を必要とする。ミトコンドリアは細胞一つ一つに数百は存在している。もし全身のミトコンドリアが一斉に活動を始めたら、損失を補ってもあまりあるほどのエネルギー生産が可能になるだろう。人を燃やすくらいたやすいことだ。ミトコンドリアが発火させたと。博士、確かに俺たちはミトコンドリアなしには生きていけないのかもしれない。だが所詮俺たちに利用されるだけの存在じゃないか。お前、限界の違いだな。知らないだろうが、ミトコンドリアは生物の成長や老化も制御しているのだよ。例えばこの手だ。生まれる前、手の部分はただの肉の塊だ。だが指の間に相当する細胞が自ら死ぬことで分かれた指になり、手が形作られているんだ。あ、そうなの？そういう感じなの？我々を構成している細胞は不要になると死を選択するシグナルを受けて自殺する機能を持っているのだ。この細胞の自殺を決定するシグナルはミトコンドリア内部から発せられているのだ。これによって細胞の核の遺伝子は切断され死に至るのだ。老化にしてもそうだ。ミトコンドリアは我々の細胞の10倍ものスピードで突然変異を起こす。この変異は機能に障害を持った異常なミトコンドリアも生む。異常なミトコンドリアが増えるとエネルギー生成効率は低下する。これを老化と呼ぶのだ。どうだね、これでも我々の方が優位と言えるのかね。だがすごい怒ってんな、ダニエル。ミトコンドリアが自ら意思を持ってやってるわけじゃないだろう。ミトコンドリアは我々の細胞の10倍のスピードで突然変異を起こすと言ったが、これは10倍のスピードで進化しているとも言えるのだよ。生物が誕生してから10億年もの間、ミトコンドリアはこのスピードで進化を続けてきた。我々の理解を超えた能力を備えていても何ら不思議ではない。折れちゃった。面白い事実を教えてあげよう。さまざまな人種の人間からミトコンドリアの変異の割合を調べ、人類の祖先を特定しようとした学者がいた。
1987年に発表された説によると、すべての人種はアフリカのたった一人の女性に行き着くという。ああ、なんだっけ名前。なんか、なんだっけ、ルーシーだっけ。なんか名前あったよね。つまり、人類の祖先はアフリカで誕生し、全世界と広がっていたということだ。ミトコンドリアと共にな。そのルーツの故障を知っているかね？ミトコンドリアイブという、素晴らしいネーミングだとは思わんか。イブ？昨日の犯人もイブと名乗りました。何？名乗った？博士、何か知ってるのか？何でもいい。教えてくれないか？残念だが、私が言えることは以上だ。すまないが帰ってくれないか。研究の邪魔になるのでね。どういうことだ急に。行きましょう、ダニエル。何隠してんだろう。帰んの？普通に帰るしかないか。早いんだよって。だからなんだあの野郎、突然怒り出しやがって。ああいうやつはどうもつかねえぜ。あの男どこかで。ダニエルだ。何？わかった、すぐ戻る。どうした？事件に進展があったらしい。何ですって？至急署に戻るとのことだ。飛ばすぞ、ミネ。お前、今でも随分飛ばしてんだよ。何キロ出てんだよ、これ。凄まじいスピードだったろ。おぉ、そんなぐるぐる回らんでも。17文章。やっぱ文章っていっぱいあるんだな。そうだよな、ニューヨークって別に狭くないっていうか、人も多いしな。ちょ、待って待ってよ。一緒に行こうよ。あ、間違えた。よしよし、こっち行って。ダニエルどこ行った？奥か。奥だけど先こっち。さっきから署内が慌ただしいのよ。また何かあったのかしら。進展があったって聞いたけど、お前は聞いてないのか。何担当の人なんだろう、あの父兄さんは。よし、会議始まるぜ。ああ、さあ入った。はいはい。あ、すいません、遅れました。オペラ歌手のメリッサのソロコンサートが本日行われる予定だった。ああ、書いてたね。しかし彼女は昨夜の事件を起こし失踪。主催者側がコンサートの中止告知を打っていたにもかかわらず、会場には多くの観客が集まっている。昨夜のような惨劇だけは絶対に阻止しねばならない。別に事件が進展したわけじゃなくない？それ。コンサート会場はセントラルパークの野外音楽堂だ。セントラルパーク？どうしたの、ダニエル。ベンとローレンが行ったコンサートだ。なんですって？あ、だからあれか。子供も来るんだよね、みたいな感じだったのか。母親と仲良くしてほしかったんだな。ダニエル、会議中だぞ。やかましいベイカー、息子の命がかかってるんだ。ダニエル。ミネイ。お、行くよ。ダニエルのサポートを頼む。はい。ああ、改造許可書。とりあえず改造許可書を置いてくるか。今もらってもな。てか、アイテムさ、保管する場所もうちょっと、ダニエル、遅いな。待ってろ、ダニエル。今物を置いてくるから。まあでもやっぱ部長も気にかけてんだろうな、ダニエルのことは。一応同期として。いつになったらオイラに改造やらせてくれんだよ。オイラは倉庫版するために武器管理部に配属を志願したんじゃねえんだぜ。
バカ者が、銃をおもちゃのようにしか考えられないお前に銃の扱いを任せられるか。おいらがいじりゃ、あんたより強力に切る自信あるぜ。バカ者、銃は強力ならいいというわけではない。安全であることを第一に考慮せねばならんのだ。くそ、この頑固じじいが。もう親子みたいな会話してない？まあ、いっか。アジレって、このオイラの手にかけりゃ、めちゃくちゃ強力な銃に改造してやれるのに。ヨミネ、何か預けるかい？ああ。まあ、預けるけどさ。改造許可証いらんからな。いらんって言うと。独自療薬も置いてこうかな。現地で取れんだろ、多分。あんまりいっぱいあってもな。よし。これで、行こう。セントラルパークだっけ。セントラルパーク、いろんな作品出てくるから、なんとなくこう、場所も把握してきてるよね。まあ、あんなでかいとこ、だいたいわかるけどな。これ、開けたらダニエルいたら笑うな。まあ、いないわ、さすがに。おい、こっちおいで。行ってくるわ。どうだ、ユミネ、捜査に進展はあったかね。早く犯人を捕まえてくれよ。そんな奴が街をうろついてると思うと怖くて外を歩けんからな。お前警察だろ。まあ最善は尽くすけど。早い早い。いや、鳴らしてるからって別にさ、あんな運転をしていいわけじゃないんだよ。走ってたらどうするつもりだったんだお前。署の前で事故はダメだろう。メイサ、いや、イブのやつ、何が目的なんだ。オペラ座といい、今回といい、大勢の観客が目的みたいだけど。くっそ、よりによってベンが巻き込まれちまうなんて。急ぎましょう。無事でいてくれよ、ベン。急ぎましょうって、こいつにこれ以上急がすな。セントラルパーク。ベーン。待って、ダニエル、燃えちゃうぞ。燃えちゃうぞ、やばいぞ。ベーンが中にいるんだ。おお、ダニエル大丈夫か。ダニエル、くそ、燃えたって構うもんか。私が行くわ。俺にはベインしかいないんだ。あいつだけは俺の家族なんだ。畜生、炎が何だって言うんだ。発火しないのは今のところ私だけだもの。しかし、ベインにはダニエルが必要なの。もしあなたが死んだら。すまない。すまない、ミネ、ベンを頼む。ローレンもね。素でこいつ言わなかったんだな。はい。ということで、じゃあ、これ一旦区切りましょうか。次回、セントラルパーク探索からやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。